自己分析は難しいんだよな。なんで自分のこと自分で見つめるって難しいんだろうね。はい、ワドツーいらっしゃい。なんかさ、自分って主観があるじゃん。自分のことを自分の中から見る目じゃん。中から外を見るっていうの。で、外から中見るのってむずいよね。なかなかできないよね。はい、ワドツーいらっしゃい。だからどっかで今たくみさんとかまあ、彼女もそうなんだけど、やっぱ配信を外から見てこうした方がいいよっていうアドバイスを言ってくれる人が2人いるわけだ。それはめっちゃありがたいよ。うん。しかもそれが目的に沿ってるからね。うん。俺のやりたいことに完全に沿ってるっていうのはすごい嬉しい。はい、ワドツーいらっしゃい。うん。だから俺の中で革命が起こってんだよ。金杯の失敗がそれに近いよな。え、例えば金杯の失敗って、俺金杯はうまくやってると思うけどな。あ、今よろしく、ありがとう、来てくれて。金杯は普通にうまいと思うけど、失敗してるかな。でもキャスにうまく対応してると思うけどね。キャスでも普通に人気だし、金杯が落ち目になったっていう印象がないな。まあ、嫌いになった人はいっぱいいるだろうけど、昔の方が面白かったとかいう人もいっぱいいるよな。あ、でも金梅さんはやっぱニコ生だよな。絶対金梅はニコ生でしょ。だってキャスで見てる金梅さんよりもニコ生でやってる金梅さんの方が面白いもんね、昔やってた方がね。うん、今回のはちょっと離れた人多いみたい。今回は多い。あ、まあまあアンチ化はしてるだろうね。それはあると思うよ。うん、女の子ぶん殴ったらダメだよね。はい、ワード2。金梅の昔とストッキング。あのさ、俺あれリアルタイムで見たのよ。あの、電車に乗ってんのリアルタイムで見たけど、あれ、神回ってこういうことなんだって思ったよね。もう本気で笑ったもん。もうコメントガタガタ打ったもんね。あんなに集中してコメント、もう楽しくてコメント打ったのは、あれが初めてだよね。わ、祭りだ、祭りだみたいな。あれがニコ生だよね。キングオブキッチガイ。神だよね。でも、なんか、なんつうの。なんかもうネタっぽいキチガイだもんね。今の金梅さんね。キャスでやってんの。それが受けちゃってるから嫌だよね。だってわざわざ生放送見なくても YouTube に上がるから嫌だ。あー、そうだよね。うん。防寒具って切り返し。面白かったよね、金にね。あれは持ってるよな。電車何分止めたっけ ?3 分ぐらい止めたっけ。あれのタイムキーパーが下に出るのも面白かったしな。イブリスいらっしゃい。金梅は暗黒リスナーに嫌われたね。暗黒リスナーはまた特殊だかんね。ただ、もう、なんつうんだろうな。暗黒だよな。ぶっちゃけた話、暗黒リスナーだって自分のこと思う人何人ぐらいいる？暗黒リスナーちょっと手挙げてよ。俺暗黒好きだよっていう人、暗黒見るし暗黒リスナーだって自覚ある人手挙げて。ない人は手下げでいい。金梅は米拾わ、金梅さんはだって見せるスタイルだもん。あの人は雑談スタイルじゃないもん。周りの環境変化とかでワーワー言うタイプでしょ。金梅からすればちょろいんだろうな、キャスは。ちょろいだろうね。金梅の突発配信、みんなが突発的に放送開いた。見ないの。そうだよな。まあ、暗黒は今抱えてねえよな、俺。わかるわ。暗黒からソース感食らってるよね。もうね、多分ね、暗黒リスナーが俺の放送に来ることはないと思うよ。画力がすごいと思う漫画家は、富樫さんかな。ハンターハンターの富樫さんかな。大手は見ないんだ。レイチェルも見せるタイプ。あ、そうだね。レイチェルと、も見せるタイプだね、実は。いやー、そうだね。荒木さんもすごいね。荒木さんもすごいけど、その、表情とか、その、わかりやすい少年コミックっていうので言ったら、ドラゴンボールみたいな画力で言ったら、俺は、ハンターハンターの富樫さんがバランス一番いいし、画力高いと思う。で、荒木さんはね、イラストレーターみたいな、その、壁に貼るポスターみたいな感じなんだよね。
一個一個の絵が。一個一個の一枚の絵がイラストっぽくて、だからポージングにこだわってたり、すごいかっこいいんだよ。うん、それがなんか面白い。ワドは怒るかもやけど、某姉にリアドスされた動画を吹いた。ピンポンだろ。あれさ、動画だからさ、リアリティないけどさ、2時間ぐらいピンポン200回押されてんだよ。もう超迷惑だよ。本当に超迷惑だよ。あれはね、もう本当近所迷惑だった。不倫してから暗黒超過そってるよ。え？マジで？みどりさんやべえな。まあ、井上武彦さんもすごい好きだけど、うん。井上武彦、確かに画力高いけどね。だけど、その、なんつうの、少年漫画っていう観点だとそうだね。井上武彦はもう、なんつうの、もう、なんか修行僧みたいになってるじゃん。お坊さんみたいになってるじゃん。なんか知ってる？なんかお坊さんの屏風を描いたんだよ。井上武彦が墨で。めちゃめちゃかっこいいよ。墨だけで描くんだけど。天才だよね。あ、そうだね。イラストと絵画みたいな。だから、ポスターが欲しい感じかな。え、額に飾りたいよね。漫画っていうよりも。デリヘルだって言い張ってたもんね。めっちゃ生放送行けばよかった。後悔してた。あれはね、すごかったよ、もう。ずっとピンポン地獄だったよ。大きい何か起きたら台本だとしても見るくらい毎回リア、わかった。俺、最近わかってきたことが、要は、台本なのか台本じゃないのかっていうのを、残る配信ってあるじゃん。いや、台本だろ。で、要は、もう台本でもない配信には台本って言われないの。で、台本臭すぎる時にも言われないの。要は、台本なのか台本じゃないのかわからない時ほどみんな台本台本って騒ぐのよ。いや、これ台本だろう。いや、ちげえだろう。いや、台本だろうって。この時が一番いい時。台本だとしても、台本じゃなくとしても、もうその台本なのかリアルなのか、わかんない時あるんだ。こういう時はね、実はね、盛り上がる配信だっていうのを分かってきた。アートだよね。バカモンドでやばいと思った、井上は。レプリカ18万。リスナー、そう。要は台本だろっていうのを指摘してるんじゃなくて、リスナーは、そう。なんつうの。そうなんだよね。分かったふりをしたいし、自己主張をしたくなってるっていう時は、俺は見抜いてるからなっていうのを周りに言ってるんだよね。配信者に台本だろって言ってるんじゃなくて、見てる、みんなと共有してるんだよね。台本なのかそうじゃないのか中間を見せるテクニック。っていうか、それくらい、なんか、こう、なんつうの、どっちかわからない世界観を出したら勝ちだよね。雑学陰謀が輝き。いや、配信は奥深いよね。そう。論争が巻き起こるような状態が一番乗っかってる時だよね。配信者も乗ってるし、リスナーも乗っかってて、超バランスいいみたいな。闇将軍戻ってくるっつってんの、ニコ生。無理だよ。闇将軍はニコ生でもう輝けません。君の席はもうないです。はい。断言できる。俺当たるから。俺他人の評価は絶対当たるから。闇将軍はもう無理。一発や。絶対ない。キャスでやってておとなしくしていた方が絶対いいよ。闇に勝てるかっつうか最初から勝負してない。もう俺の手のひらで、コロコロしてるだけじゃん。結局俺がニコ生を引退追い込んだでしょ。もうシナリオ通りだから。予言通り。絶対に。だってさ、闇将軍がまたブレイクすると思う？絶対ないよ、あれ。要は、中間層が全員いなくなって、で、もう見るものがなくなったリスナーが集まってて、要は、最下層にいるリスナーが集まっただけだから、あれ。だって、それの最たる例が、闇っちつっておもちゃにしてた、ノンタンが一番飽きてるんだもん。もう見てないもん。キャス行ってから。で、もう全然興味ないもん。闇将軍に。あんだけ闇将軍でおもちゃにして遊びまくってたノンタンがだよ。闇将軍見てたらノンタンってみんな知ってるんでしょ。あ、戻らないのが正解だよ。
もう絶対無理だよ。絶対無理。うん。今回二度はない。だからこのブレークを引っ張ってやっていくのが正解だったんだよ。正直言うと。で、キャス向きの生主じゃないから。正直言うと。モンタンが見てんのは、誰かな？誰だっけ？香川さんと、闇将軍。まあ最近まで闇将軍でしょ。あとね、誰だっけな？誠？誠って知ってる？俺わかんないんだけど、なんか誠っていう人が好きらしいよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。